まあ、俺が一番好きなのはこれですけどね。俺が一番好きなのはこれ。これかわいい。この子が、確かね、わ、この1で出てくるときに10歳ぐらいのよ。12かな。12ぐらいなんだけど、4になると16歳ぐらいになってんのね。だ大人になるんだよね。そう。大人になる、なってもっと可愛くなるよ。爪汚すぎる。だって6日間お風呂入ってない。6日間お風呂入ってませんからね。それは汚いでしょ。爪なんて。いや、カンナは一番ないね。カンナは一番ないわ。これ全部クリアするから、これ。いや、さすがにもう全員クリアは無理だけど、一人はクリアするよ。全員クリアは無理だけど、一人を1から4まで一途に愛するから、女の子。で、この中の一途に愛するから、4までで結婚するから。浮気はしないで。みどりさんとは違うから。いや、全員すぎや、全員なんか何時間かかんねん、これ、全員なんてできるわけないじゃん。相当時間かかるよ。特に2なんて、2が一番だるいよ。2は8人いるから、しかも最終ダンジョンの下りがすげえ長いから、もう本当にね、2が一番だるかった。1はそうでもないんだよね。2は、いや、やばい、マジで。長すぎて。いや、時間がだって、こっちは499タイトル制覇しなくちゃいけないのに、そう、全員なんかやってられないでしょ。ね？もう終わったら次行かないと。こっちはね、499タイトルやらなくちゃいけないんだよ。この後は、もう決まって、バイオハザードコードベロニカをやろうかなと思って。この後ね。バイオハザードコードベロニカ。で、D、D、あ、ね。ドリームキャストの名作といえばね。バイオハザードコードベロニカでしょ。あれはもう純正だもん。ドリームキャストが一番最初に出たからね、あれは。他の PS2 とかでは、移植だから。一番最初に出たから、DS 版だから。コードベロニカ。そう。だからね、3月からもう本格的にね、ゲーム配信が始まります。だから皆さん期待してください。ね。3月からちゃんと始まりますんで、ゲーム配信が。やっとみんな待ち望んでたんじゃない？昔のよっさんになる、な、なってさ、ディスはもうない。平和だね。ゲーム配信に戻るっていう。だからみんなも協力してほしいんだよね。悪コメとか、ね、何々からとか何々行くわとか、そういうのゲーム配信者じゃないじゃん。だからそこは協力してほしいよ、みんなに。コメントでも、俺が原点に帰れるようにね。ね。野田がどうたとかね。横山みたいなどうたとか、そういうゲーム配信者、ゲーム配信に関係ないコメントは、もうしないでください。ね、そうしないと原点に帰れないから。
ね、だってゲーム配信者で他の人の話題なんか出してるやつなんかいないでしょ？ゲーマーしながら。横山みどりああだとかね。うん。だそういう、ね、石川ディスってたとかね。うん。そういうなんか、そういうコメント、雑談はもう雑談でやってください。それは野田とかみどりさんとかね。他雑談配信者とかでそういうコメントしてください。俺はもう、ゲーム配信者なんで、もうそういう雑談系の界隈のね、ことはもうどうでもいいんで、ほんとやめてくださいね。それだけは。そこはちゃんとみんなも協力してください。ね、俺も原点に帰るんで、みんなも、ちゃんとね、原点に帰ってコメントして。俺も原点に帰るから、ね、君たちも原点に帰って。コメントは。うん。いや、雑談はするけど、例えば10だったら、ゲーム配信が7で雑談が3ぐらいだ。うん。だから2回に1回放送は、あ、もう3回に2回はゲーム放送ってこと。そんなゲーム配信何が面白い？いや、ゲーム配信が面白いんじゃない。うん。ゲーム配信が、よっさんの原点なんじゃ、やっぱ。ねえ。じゃあ何？ゲーム配信者やんない方がいいのじゃ。せっかくここまで俺揃えてさ、ゲームソフト。ね？ 1 万円してさ、ゲーム買ってさ、ねえ。ゲーム配信やらない方がいいの？原点回帰しない方がいいの？俺は。ねえ。いや、酒飲みながらゲームすんだよ。酒飲みながら。酒飲みながらゲーム配信。いや、飲みゲーム配信っていうのもさ、あんまやってる人いなくない？ゲーム配信で飲むみたいな。やってる人いないでしょ。いや、かそってもいいんだって。昔のあの頃を思い出したいの、俺は。昔ね。本当にかそになって、アクティブ10とか20でね。ゲームをやってた、よっさんに戻りたいんだよ。うん。ほんと。あの頃に俺は戻りたい。自分で。ゲームをね、楽しくできてた。今はもうさ、こんなね、ゴミみたいなコメントしかないじゃん。うん。ね、こういうゴミみたいなリスナーしかいないけど、新たにね、人生をやり直して、もっとね、あの、有料リスナーをつけたいんですよ。今もうゴミリスナーしかいないじゃん、こうやってなんか悪口ね、嫌やでさ、毎日悪口書く。ね、純粋によっさんのゲームを見てね、あ、この人面白い配信者だなと。うん。今日は何やるんですか、ゲームとかね。うん。あれやるよ、これやるよ、つってね。うん。で、ゲームやりながらたわいのない雑談をしてね。うん、もう人の、なんか他の、配信者の話題とかね。あの、出ないね。本当に平和な配信に戻りたいんですよ、俺は。もう。もう嫌だ。もうこんなの。毎日さ、悪口書かれてさ。そりゃさ、あの、いなくなるわ。ね。他サイト行くわ。だってさ、よくよく考えてみて。500円払ってさ、延長も金払ってさ、なんでさ、悪口ばかり書かれなくちゃいけないの、コメントで。そう思わない？ニコニコってさ、最悪のサイトだよね。な、匿名でさ、悪口、ね、そんな金払ってまでさ、ね、配信してるのに、悪口を書かれないといけないっていう。ゴミサイトじゃない？他のサイトだったらそんな悪口とかあんまないじゃん。今日規制がね、硬くて。ニコニコだけだよ、こんな毎日ね。こんな悪口、悪コメばっかりさ、書かれて。こんな誰もやらなくなるよ、こんな配信サイト。だから俺は、